大谷翔平が1安打&今季13盗塁目で久しぶりのフォアボールゼロ。ブレーブス GM が申告敬遠に対して驚きの本音。大谷選手は8月1日敵地ブレーブス戦に2番指名打者で先発出場。相手先発は今季すでに11勝を挙げメジャー最多の199奪三振と快投を続ける剛腕ストライダー投手で、第3打席にショートへの強力な快打を放ち6試合連続ヒットをマークしたものの、キレのあるスライダーに苦しみ4打数1安打。エンゼルスは1対5で敗北を喫しています。大谷選手は第2打席までヒットに恵まれませんでしたが、6回の第3打席にカウント1-1から158キロのストレートを弾き返し、ショートのグラブを弾く強烈な打球で6試合連続ヒットをマーク。さらに2アウト後には今季13個目の盗塁を成功させましたが、打線が続かず、前日の試合に続き新戦力の活躍や投手陣の踏ん張りで中盤まで1対2と良い展開で試合を作りましたが、7回裏に2本のホームランで4点差とされると、そのまま試合終了。プレーオフへ向けて勝ち越したい場面でしたが、対ブレーブス戦は1勝1敗となりました。そんな中、この日の試合を中継したブレーブス放送局バリースポーツサウスの放送席にブレーブスのアレックス・アンソポロス GM がゲスト出演。実況から、大谷とアクーニャ、一野球ファンとしてスケジュールが発表された時にこの連戦をどれぐらい楽しみにしていましたかと聞かれると、意外な裏話を明かしました。スミットが連戦の前に話していたんだ。大谷のことは歩かせない、ファンの楽しみを奪いたくないって。ブルージェイズが8回ぐらい歩かせていたのを見たかってね。この指揮官との約束は前日31日の3連戦初戦、大谷選手が第2打席で申告敬遠となったことでいきなり破られるというオチがつきましたが、アンソポロス GM の大谷に対する思いは決して小さくないようで、エンゼルスが来るときはワクワクするよ、タレント揃いだからね。もちろん大谷のような選手をファンが見ることができるし、ピッチングも素晴らしいが、もう一つの方はファンが見る機会があるからとても素敵なことだ。昨日だけでも114マイル近い打球を打つし、別の打席ではハリスがホームランを奪ったと嬉しそうに語っていました。また地元中継局 BS ウエストによると、ストライダー投手は大谷選手との対戦について、難しい、多くの投手がいろんな対策を講じてきたが、それなのにダブルヘッダーは投手で1安打完封し打者で2本塁打を放っているとコメント。さらに、結果を別にしても二刀流なんてトライするだけでも信じられない、自分は5イニングを投げれば4日間休む、ずっと集中力を保ち、しかも肉体的に実現を可能にしていることさえも信じがたいとリスペクトを語っていました。ネット上では、ピッチャーがシーズン半ばで13盗塁、パワプロでもこんな設定なかったんやないかな、もう笑うしかない、まあ今日も大谷選手が打ってもなかなかつながらない展開ですね、それでも打って走れる大谷選手には期待しかないです。申告敬遠やフォアボールは戦術の一つだから致し方ないが、やはりメジャーリーグのファンとしては世界最高レベルの選手たちが力と力で対決する場面を見たいというのが本音だ。同じメジャーのピッチャーが強打者に恐れをなし、対戦を逃げてばかりではいささか興ざめする。ベースボール最高峰の舞台がこれじゃファンは減る一方、大谷選手のプレースタイルから学んでもう少し考えないと。逆に昨日の試合で第一打席申告敬遠したのはなんでなんだろうってなるくらい、その後はずっと勝負してるよね。ランナーが塁にいる場面でも変わらずに、今日も全打席勝負してくれた。間違いなく今季最強打者といえる大谷さんだし、敬遠するのは戦術的に仕方ない部分があるのは理解できるけど、やっぱり真っ向勝負して勝って負ける試合の方が面白いしかっこいいよねと、大谷選手が避けられることへの不満や野球自体が面白くなくなってしまうと危惧する声も上がっていました。40号ホームランこそ出なかったものの、6試合連続安打や今季13盗塁など異次元の活躍を続ける大谷選手。新戦力も加入する中、大谷選手のホームランを阻止したあの選手からは驚きのある発言が飛び出し話題になっているようです。
気になるその中身を見ていきましょう。大谷翔平、ホームラン強奪されるも、31度目マルチ含む4出塁。え軍連勝、新戦力が活躍。8月1日のブレーブス戦、1番レンヒーフォ選手が先頭打者ホームランを放った直後の第1打席。大谷選手は、ブレーブスの先発右腕、モートン投手の低めに投げたカーブを左足首付近に受けデッドボール。ファンからは連日のデッドボールに心配の声が漏れましたが、大事には至らず笑顔を浮かべながら一塁へ向かいました。その後2回の第2打席では、ブルージェイズ戦に続きまたも申告敬遠。勝負を避けられ、球場は大ブーイング。これで敬遠は直近3試合で5度目となりました。それでも4回の第3打席と7回の第4打席でいずれも痛烈なライト前ヒットを放ち、今季31度目となるマルチ安打をマーク。そして2点リードで迎えた9回の第5打席、打った本人もゆっくりと歩きながら見守った球はセンター後方へ高々と舞い上がりました。しかしフェンスオーバーしそうな打球をハリス選手にホームランキャッチされ、2年ぶりとなる40号アーチはお預けとなりました。大谷選手のホームランをフェンス際の大ジャンプで阻止したブレーブスのハリス選手は、試合後のクラブハウスで開口一番、楽しかったとコメント。さらに、大谷選手のスイングを見た瞬間、チャンスはあると思った。フェンスを越えるのだけは阻止したかったと振り返り、本拠地をどよめかせた超ビギに満足感を漂わせました。このファインプレーには現地からも反応が続々。ブレーブスの地元紙アトランタジャーナルコンスティテューションなどに執筆するジャスティン・トスカーの記者は、ハリス2世が毎日センターでプレーしている姿は見ていて楽しい。彼はセンセーショナルだ。大谷からスリーランの可能性を奪ったとつぶやくと、米放送局フォックススポーツのアナリストを務めるベン・バーランダー氏も、ハリス2世が大谷から信じられないような強奪と興奮気味にツイート。エンゼルスの地元放送局バリースポーツウェストで専属リポーターを務めるエリカ・ウェストン氏は、ハリス2世の素晴らしいプレーがなければ本塁打のように見えたと驚きを伝えました。そんな中、申告敬遠で大ブーイングを受けたブライアン・スニッカー監督は試合後に地元メディアの取材に対し、大谷の打席を見たいと思う、敬遠ばかりなら私だってブチギレると本音を吐露。また、彼が打てば誰かが負けることになる、本当にいい選手だ。ブルージェイズにしてもブレーブスにしても、ポストシーズン進出がかかってくるチームにとっては敬遠は仕方ないところもあり、また起きるかもしれないとも回答。直近15打席のうち3分の1に当たる5打席で勝負を避けられた大谷選手に、ネビン監督は、問題ない、彼の後ろにはいい打者がたくさんいるとエンゼルスの新たなラインナップに自信を見せました。また、この対ブレーブス初戦の勝利に大きく貢献したのが、トレードで新加入となった選手たち。7月31日にロッキーズからトレードで獲得した CJ クローン選手とランドール・グリチェク選手を早速起用すると、7番レフトで出場したグリチェク選手は4回の第2打席、151キロのストレートを捉えるとライトへのソロホームランを放ち貴重な追加点を挙げ、3番ファーストで出場のクロン選手は3対1とリードして迎えた9回、ワンアウト2、3塁の第5打席で勝利を大きく手繰り寄せるタイムリーヒットを放ちました。またホワイトソックスから加入したレイナルド・ロペス投手も8回から登板し、1回3分の2を投げました。100マイルを超える速球で強力打線をねじ伏せ、4対1のリードを守り抜き、エンゼルスを勝利に導いたこの活躍にはネビン監督や捕手のウォラック選手も太鼓判。今回の補強でエンゼルスはプレーオフに一歩近づいたと言えそうです。ネット上では、強豪ブレーブスによく勝った、今日は投手陣がよく投げた、ロペスは藤波みたいに速い、9回も続投するとは思わなかったがちゃんと抑えて頼もしい、移籍してきたクロンとグリチェクは共に最初の大チャンスでは打てなくて早速エンジェルス病にかかったかと思ったが、ちゃんとソロホームランとタイムリーで貢献した。大谷も大飛球をキャッチされたのはあったが、2安打で四死球入れて4度の出塁、レンヒーフォが最近調子を上げているし、ネトが戻ってきた、そしてワイルドカード争いしているブルージェイズとヤンキースが共に負けた大きな勝利。
初戦勝てたのはめちゃくちゃ大きいと思います。シルセスもよく投げてくれましたし、トレードで獲得した2人もグリチェクはホームラン、クロンもタイムリーと要所で活躍してくれたので、エンゼルスの勝利のためにもっともっと活躍してくれることを期待したいですね。このブレイブス3連戦は1勝できれば OK、 カード勝ち越しできれば大儲けだと思っていましたが、今日勝てたことでカード勝ち越しできる可能性が高まったので、明日勝って勝ち越しを決めたいですね。プレイオフ争いをしているヤンキースとブルージェイズが負けただけに価値のある1勝になりましたね。エンゼルスお見事でした。どちらが強豪チームかわからないほどゲーム内容が良かったです。ヒット数も10安打打てましたし、3本のソロホームランで先制中押し、最後は新戦力が得点圏で久しぶりのタイムリーヒットでダメ押し。投げては先発も中継ぎも安定してました。オルソンに許したソロは明日の試合で大谷選手にお返ししてもらいたいですね。幸先良いナイスゲームでした。スタメンのホームラン数の合計183本、平均20本と超強力なブレーブス打線を相手に見事な勝利。まさに快勝。投手陣がよく頑張った。特に急遽先発のシルセス投手と最後のロペス投手は素晴らしかった。2人ともストレートが勢いよく走ってた。で、失点は4番オルソン選手の36号ソロホームランだけによく抑えた。打線もレンヒーフォ選手が先頭打者、クロチック選手が移籍後初出場で、ウォラック選手は久々にと3本のソロホームラン。さらに9回には移籍後初出場のクロン選手がタイムリーで1点追加で4得点。ただ9回に大谷選手の打球をハリス選手にホームランキャッチされてしまったのは非常に残念。でもこれはハリス選手がすごかった。しかし補強が効いた一戦だったな。と新たに加入した選手たちの活躍にファンも喜んでいるようです。大谷翔平、今季3度目の週間 MVP 受賞。ダブルヘッダーで史上初の完封&2ホームラン。日本選手最多7度目。メジャーリーグ機構は31日、週間最優秀選手を発表し、ア・リーグからは、エンゼルスの大谷選手が今季3度目の選出を果たしました。今回で通算7度目となり、自身の持つ日本選手最多記録を更新しました。しかも今季は6月13日から19日までと、6月26日から7月2日までと2度受賞していて、同一シーズンで週間 MVP を3度受賞するのは、球団では1975年ノーラン・ライアン選手以来2人目の快挙。数々の偉業を成し遂げている大谷選手に対し、米スポーツメディアザ・スポーティングニュースは7月31日、翔平大谷は45年ぶりの記録を達成する勢いという記事を配信し、昨シーズンの本塁打王アーロン・ジャッジ選手も成し得なかった400塁打を成し得るかもしれないと報じました。昨シーズンのジャッジ選手は391塁打と400に届きませんでしたが、これを今シーズンの大谷選手が超える可能性があるとのことで、ジャッジが届かなかった領域に大谷が足を踏み入れるチャンスがあると伝えています。そんな MLB 塁打記録はベーブ・ルース氏が1921年に打ち立てた457、ア・リーグでは1978年にジム・ライス氏が406塁打を達成して以来、誰も400塁打を記録していないとのこと。大谷選手の最高塁打は MVP を獲得した2021年の318塁打で、数々の偉業を成し遂げている中、400という数字に達成するのか注目が集まっています。ネット上では、例年オールスター明けは調子が今一つだったが今年は違うようだ、トレードの不安もなくワイルドカードにチーム一丸となっているのが大谷にも好影響らしい、21年のシーズンで取れなかったホームラン王のタイトルが現実化してきた、打点王まで狙える今年は本当に楽しみ。大谷選手に活躍してもらう上でチームとして一番難しい判断は休養の与え方かもしれない。 MVP を取るほどの活躍はファンとしては嬉しい限りだが、ダブルヘッダー2試合目の腰の痙攣や次の試合での両足の痙攣の話など、やはり疲労過労などが疑われる。自己管理のしっかりしている大谷選手をもってしても、自分では大丈夫だと思う状況からそのような状況になってしまうわけだから、一定程度の休養は必要なのだろう。
問題は本人でさえ自覚できない中で、症状が出てわかるような状況となると、チーム首脳陣もどうやって休養を与えたものかが悩ましいところだろう。と、大谷選手の記録に期待する声や体調を心配する声が上がっていました。新しい記録を生み出し続ける大谷選手、その信念に呼応するかのように、エンゼルス内の結束も一つになりつつあるようです。悲願のプレーオフ進出はあるのか、今後も目が離せませんね。